ピンはアメリカ合衆国のゴルフ用品メーカー。主にゴルフクラブとゴルフバッグに注力している。所在地はアリゾナ州のフェニックス。ゼネラルエレクトリックのエンジニアだったカーステン・ソルハイムは1959年、趣味のゴルフとりわけパッティング時の不満を解消するため、自宅のガレージでオリジナルパターの製作を始めた。ソルハイムが完成させたパター、ピン 1A は、 ヘッドのヒールにシャフトを取り付けた構造の既存パターと異なり、内部をくり抜いたヘッドの中央にシャフトを差し込んだ得意なデザインだった。これは単なる思いつきではなく、科学的根拠に基づきヘッドの重量分散を狙ったものであった。名称のピンは 1A の澄んだベルのような打球音に由来する。ゴルファーであり、ミュージシャンでもあるマレー・アーノルドは1960年当時、 ピンのパターが放つ打球音の周波数はピアノの調律で使う 440Hz だと語っている。1960年代終わり、マレットタイプやソール形状のバリエーションなど、ラインナップが6種類に増え、ガレージに並べられたクラブが2000本を超える頃には大きな打球音を好まないプレイヤーからの要望もあって、音はだいぶ控えめになっていた。百六十一年、 拠点が、レッドウッドシティから、現在のフェニックスに移った。パターの受注が増加し、GE を退社した後も、ソルハイムはガレージで一人パターを作り続けた。同じ都市ピンが初めて手掛けた、アイアンセットは、素晴らしいスコアでラウンドしたイメージの数字から、69? と名付けられた。その後もソルハイムはアイアンにおける理想のと、ヒールバランスを追求し、 ショットミスに寛容なクラブを目指してヘッド背面のキャビティ構造の改良を続けた。1962年、ジョン・バーナムがケージャンクラシックオープンインビテーショナルでピンクラブユーザーとして初めて PGA ツアーにおける優勝を遂げた。セールスは伸び続け、特に1966年東京で行われたカナダカップ争奪ゴルフ世界選手権ではテレビ中継でジャック・ニクラスや アーノルド・パーマーといったスーパースターたちが手にするピンが、たびたび映し出され多大な宣伝効果をもたらした。1966年、ソルハイムは新型パターのアイデアを思いついたが、SP レコードのカバーに走り書きしたアイデアスケッチをなかなか見つけられずにいた。どうにかアイデアをまとめた、ソルハイムが次に名称を考えあぐねていると、妻のルイーズがパッティングの問題を解決する。 答えという意味を込めて、アンサーはどうかと助け舟を出してくれた。綴りの、アンサーがヘッドに掘るには、長いと感じた。ソルハイムは、一時抜いた、アンセルを正式名称とし、商標を登録した。1966年の終わり、ピンは、突然の危機に直面した。全米ゴルフ協会により、アンセル以外のピン性パターが、ルール違反と裁定されたため、トーナメントからは締め出され、 ハンディキャップでも不適合となってしまったのだ。グリップ基部のシャフトがプレイヤー側に傾斜した構造が原因でソルハイムはシャフトを直線にした対策品に切り替えざるを得なくなった。1967年アンセルパターを使用したジュリアス・ボロスが PGA ツアーのフェニックスオープンで優勝した。アンセルは直後の3月特許を取得した。同年ソルハイムは ピンクラブを製造する会社カーステンマニュファクチャリングコーポレーションを設立し、ガレージビジネスから脱却した。ピンパターを使用したメジャー初制覇は1969年のマスターズトーナメントでジョージアーチャーによってもたらされた。同年これまでの技術を応用したステンレス製のアイアン K1 をリリースし、成功を収めた。この頃になると他のメーカーも追従を始め、 ピンの革新的な技術は今やゴルフ界のデファクトスタンダードとなりつつあった。1970年、ピンのパターで優勝した選手に感謝を示したいと考えたソルハイムはフェニックスの本社内にピンゴールドパター保管庫と呼ばれる特別室を設置した。以後ピンのパターを使用した選手が優勝するたびに優勝時と同型の黄金のメモリアルパターが2本制作され、 一本を選手に贈呈し、残り一本を保管庫に収蔵する決まりとなった。2015年の時点ですでに3000本近くのゴールドパターが保管庫に陳列されている。日本人選手のゴールドパター第1号は、2011年マスターズ GC レディスに優勝した大山志保だった。2018年、ノルウェー首相エルナ・ソルベルグとアメリカ合衆国大統領。 ドナルド・トランプがホワイトハウスで会談した際、両国友好の印として、ソルベルグからトランプにピンのベルゲンパダーが贈呈された。これはカーステン・ソルハイムがノルウェーのベルゲン近郊のオストライム出身のアメリカ移民であることにちなんだものだった。ピンは世界で初めてインベストメント鋳造を本格的に取り入れ、生産工程の革新によりクラブの高品質化と、 低コスト化を推し進めた。1980年代に入ると他社に先駆け、今日では当たり前となったフィッティングシステムを導入した。これはクラブヘッドに複数のライカクやオフセットのバリエーションを用意し、チェックリストに基づいてプレイヤーの体格や技術、プレイスタイルに合わせたクラブを選択できる画期的なものであった。2011年現在、 ピンのサイトにあるチェックリストは5段階100項目と多岐にわたりドライバーからパターンまでを網羅するに至った。フィッターが一層容易にカスタムできるよう一部のクラブはヘッドに小さな切り欠きが設けられている。これは以前のモデルで発生した破損を防ぎつつヘッドを最適な角度に曲げるのを手伝う目的があった。ピン契約ツアープロ。 PGA ツアー PGA ツアーチャンピオンズヨーロピアンツアールプがツアーピン契約ツアープロヤジーティオツアージ p ルピーがツアーありがとうございます